IRS-1 はシグナル伝達のアダプタータンパク質であり、人では IRS-1 遺伝子に行動されている。131ケガのタンパク質で1242残機のアミノ酸から構成される。N 末端に一つのプレクストリン相動ドメインとその40残機程度下流に PTB ドメインが存在し、保存性の低い C 末端のテールがそれに続いている。 IRS2、IRS3、IRS4 IRS と共に黄色症状エのチコに騒動であり、チコの破壊によって、ハエの中間寿命は48%伸びる。同様に、IRS1 に変異を持つマウスでは、穏やかな寿命の延長と、加齢と関連した病理の遅れが見られる。IRS1 は、インスリン受容体やイグフマイナス1受容体からの、 シグナルを細胞内の π3K、アクト経路やアークマップック経路へ伝達する重要な役割を果たす。細胞外リガンドの結合に伴って、インスリン受容体やイ g f 1受容体のチロシン残機がリン酸化され、それによって受容体の細胞質領域へ IRS1 が PTB ドメインを介して結合する。IRS1 自身も 複数のチロシン残機が受容体によってリン酸化され、π3K,GRB2,SOS 複合体、SHP2 といった SH2 ドメインを持つタンパク質の結合部位が形成される。π3K は PIP3 を産生し、アクトキナーゼを呼び寄せる。さらにアクトキナーゼはスレオニン308番残機のリン酸化によって活性化される。このリン酸化は IRS-1 を欠損した組織では起こらない。このカスケードの結果、グルコースの取り込みが行われる。GRB-2、SOS 複合体は、ラスのグアニンヌクレオチド交換因子としても知られ、ARC-1-2 の活性化をもたらす。IRS-1 によるシグナル伝達は、一部の組織では SHP-2 によって阻害される。IRS-1 は、 複数のセリンやスレオニン残ンもリン酸化され、これらはインスリンシグナルをまさにも負にも制御する。リン酸化部位の大部分はタンパク質の C 末端領域に位置する。C 末端のテールは構造を持たないため、IRS1 のリン酸化による調節機構は未だ不明点が多い。TNFα はインスリン抵抗性と複数部位のセリン。 スレオニンのリン酸化を引き起こすことが示されている。リン酸化によって、IRS-1 とインスリン受容体の膜筋接止めインペプチドとの相互作用が妨げられ、IRS-1 は不活性状態となる。IRS-1 は代謝と成長促進経路の双方で重要な生物学的役割を果たす。IRS-1 を欠損したマウスは、軽度の糖尿病の表現形を示すだけでなく、 明らかな成長障害が見られる。IRS1 のノックアウトマウスの体重は正常なマウスの50%程度にしか達しない。細胞内の IRS1 タンパク質のレベルは E3 指チンリガーゼであるカリン7によって調節されており、IRS1 は指チンを介したプロテアソームによる分解の標的となっている。脂肪酸、TNFα、アンプックといった。 様々な分子によって IRS1 の様々な位置のセリンがリン酸化される。これらはタンパク質に異なる影響を及ぼすが、その多くは細胞内での細極剤化や立体構造の変化を伴う。これらの過程はインスリン受容体によるチロシンのリン酸化を低下させ、π3K のリクルートが低下する。また、これらの機構によって IRS1 の分解とインスリン抵抗性が促進される。他の阻害経路としては、ソックスタンパク質によるものや IRS1 の大結合型グリコシル化がある。ソックスタンパク質はインスリン受容体に結合して、IRS1 のリン酸化を阻害し、インスリンシグナルを減弱させる。ソックスはジャックにも結合し、 その後 IRS1 のチロシンリン酸化の減少を引き起こす。高血糖症によるインスリン抵抗性となっている間、クルコースはヘキソサミン型代謝産物である UDP グルクナックとして組織に蓄積する。この代謝産物が大量に存在すると、タンパク質のケ結合型グルクナック就職が引き起こされる。IRS1 はこの就職を受けて機能が抑圧される。 IRS-1 は、次に上げる因子と、相互作用することが示されている。シグナル伝達のアダプタータンパク質である IRS-1 は、様々なシグナル伝達カスケードを統合することができ、そこから、癌の進行における役割が示唆される。IRS-1 は、大腸癌、肺癌、前立腺癌、乳癌を含む、様々なタイプの癌に関与していることが知られている。 IRS1 はインスリン受容体、IGF-1 受容体や他のサイトカイン、受容体からのシグナルを統合する。β カテニンによって誘導された細胞では、IRS1 のレベルが上昇しており、TCF、Fβ カテニン複合体が直接 IRS1 を調節するという証拠が、いくつか存在する。IRS1 は APC に変異を持つ細胞で、 使用表現型の維持に必要であり、β カテニンが異所性発現している細胞の形質転換にも必要である。IRS-1 のドミナントネガティブ型の変異体は癌抑制因子として機能し、一方 IRS-1 の異所性発現は使用形成性の形質転換を促進する。IRS-1 は大腸癌において β カテニン C、ミック、 インスリン受容体 β 差、イグフマイナス1受容体とともに、レベルが上昇している。IRS1 は、大腸癌の肝臓への転移を促進する。クリプトの肝細胞のアポトーシスの低下は、結腸癌のリスクと関連している。APC の遺伝子に変異を持つ APC マウスでは、IRS1 の発現低下によってクリプトでの、放射線誘導性アポトーシスが増加する。 IRS-1 が部分的にまたは完全に欠損した AAPC マウスは IRS-1、IRS APC マウスと比較して使用が減少した。配線がん細胞株である AA549 では IRS-1 の過剰発現によって成長が低下する。近年では腫瘍侵入性高中級が腫瘍の成長と侵入性を調節していると考えられている。 高中級エラスターゼは、癌細胞のエンドソーム核分へアクセスし、IRS-1 を分解することが示されている。IRS-1 の分解は、マウスと人の線癌において、細胞増殖を誘導する。IRS-1 の除去は、下流の π3K を介したシグナル伝達を変化させ、結晶板由来成長因子需要体との相互作用を増加させる。このように、IRS-1 は、 腺が癌における π3K の主要な調節因子として機能する。IRS-1 の肝細胞癌における役割についてもいくつかの証拠が存在する。ラットモデルでは IRS-1 の局所的な過剰発現は肝細胞癌発症の初期のイベントと関連している。前癌病変から肝細胞癌への進行の間に IRS の発現は徐々に低下し、これは 悪性腫瘍表現型への代謝シフトの特徴となっている。IRS-1 と B 型肝炎ウイルスのタンパク質 HBX を強発現するトランスジェニックマウスでは肝細胞がんの発症へとつながる肝細胞の異形性がより効率で見られる。IRS-1 と HBX は単独では肝臓で主要性の変化を誘導するのに不十分であるが強発現によって インスリン、IRS-1、モップカスケードと WNT、ベータカテニンカスケードを活性化して、肝細胞癌への転換を引き起こす。前立腺癌細胞株であるルンキャップは、IRS-1 が細胞内で異所性発現しているとき、イグフマイナス1非依存的機構によって、細胞接着を増加させ、細胞の移動性を低下させる。これらの効果は、π3K に媒介される。 パイ3系による IRS1 タンパク質のセリン612番残器の非典型的なリン酸化はルンキャップにおける悪と PKB 経路の過剰な活性化によるものである。リン酸化された IRS1 はインテグリン α5β1 と相互作用しイグフマイナス1依存的機構に対抗して細胞の移動性を低下させる。ルンキャップ細胞における IRS1 の 発現欠損と点の変異は転移を促進する。前立腺癌への IRS-1 の関与についての生体外での研究は曖昧な結果を示している。骨転移した前立腺癌の骨髄性検では12件のうち3件でイ g f 1受容体と IRS-1 のダウンレギュレーション点の大きな減少が見られたが大部分の腫瘍では転移性への進行の間も IRS-1 と イグフ -1 受容体を発現し続けていた。IRS-1 は乳がんの進行と転移にも機能的役割を担っている。上皮乳がん細胞 MCF-7 における点の過剰発言はモップック経路を阻害することで細胞成長を阻害する。IRS-1GRB-2SOS 経路を介したアークのリン酸化は 点のホスファターゼ活性によって阻害され、点はモップック活性化非依存的に IRS1 へ影響を与えることがない。点の異所性発現している MCF-7 では IRS1 のリン酸化の違いによってインスリンで処理時の IRS1GRB- に SOS 複合体の形成が抑圧される。IRS1 の過剰発現は 乳がんの高エストロゲン在体性とホルモン、非ーゾ性に関連している。タモキシフェンは、i r s 一の機能を阻害し、エストロゲン需要対応性、m c f マイナス七細胞株において、i r s 一パイ三 k シグナル伝達カスケードを抑圧する。i r s 一に対するサーナは i r s 一の転写産物のレベルを低下させ、m c f マイナス七 e r 細胞における。 IRS1 タンパク質の発現を減少させる。IRS1 の低下はこれらの細胞の生存を低下させる。サーナ処理の効果はタモキシフェン処理の効果と相加的である。イグフ受容体とエストロゲンの協作用は様々な乳がん細胞株の成長を促進するが、イグフ1受容体シグナルの増幅によって MCF-7 細胞の形質転換と成長における エストロゲンの必要性はなくなる。乳がんにおける IRS1 の過剰発現は、エストロゲン要求性を減少させ、この減少は、細胞内の IRS1 のレベルに依存している。MCF-7 や、超細胞では、エストラジオールは、IRS1 のプロモーター配列を付加した、レポーター遺伝子の発現を上昇させ、ARC1、2と、π3K。 アクト経路の活性を増大させる。エストラジオールは IRS1 の調節配列に直接作用し、IRS1 のメッセンジャー r n a の酸性をまさに調節する。IRS1 がダウンレギュレーションされた MCF-7 細胞では低成長因子、エストロゲン状喧嘩での足場依存的、非依存的な細胞成長の減少と細胞子の開始が観察される。 また、乳がん細胞では、ミア二十六の発現が低下している。ミア二十六は i r s 一を転写レベルで標的とし、ヘック二百九十三細胞や m c f マイナス七細胞において、細胞周期の g 一 g 零期から S 期への移行を阻害する。i r s 一を過剰発現するトランスジェニックマウスでは、乳がんの転移が進行し、腫瘍は、 ベータカテニン経路と関連した上皮変形文化を示す。IRS-1 はインビボとインビトロの双方でベータカテニンと相互作用する。IRS-1 とそのホモログ IRS 2は乳がんの進行と転移において異なる役割を果たす。インビボでの腫瘍形成にはどちらか一方の過剰発現で十分であるが、IRS-1 が欠損した腫瘍の肺転移の頻度は IRS に欠損腫瘍と反対に上昇する。IRS には基本的に乳がんの転移を促進するが、IRS1 がダウンレギュレーションされているときにより強い転移脳が観察される。IRS1 は非浸潤性乳が癌で強く発現しており、IRS2 は浸潤性腫瘍で上昇している。IRS1 の上昇によって MCF-7 細胞は多機ソール、 エトポシド、ビンクリスチンなど特定の化学療法薬に対して感受性となる。そのため乳がんの治療において IRS-1 は治療薬の有効性の良い指標となる。ありがとうございます。